ロレーナ・オチョア・レジェスはメキシコグアダラハラ出身の女子プロゴルファー。当地のプロゴルファーとして世界のトップレベルに躍進した最初の選手になる。2007年4月23日、女子ゴルフ世界ランキングでアニカ・ソレンスタムを抜いて世界ランキング1位になり、同年の全英女子オープンゴルフでメジャー大会初優勝を飾った。5歳からゴルフを始める。オチョアは アリゾナ大学在学中22のアマチュアタイトルを獲得したが2001年から2002年にかけて NCWA 主催の大会で8連勝の最多記録を樹立し2003年に全年度の最優秀アマチュア選手に贈られるナンシー・ロペス賞を受賞している同年にプロ入り2004年5月16日フランクリン・アメリカン・モーゲージ選手権で ループがツアー初優勝を飾り、3ヶ月後の8月29日にワコビアループが選手権でも優勝して、年間2勝を挙げる。2005年は6月のウェグマンズロチェスターループが大会で優勝があるが、予選落ちも3回あった。2006年から女子ゴルフにも世界ランキングが導入され、オチョアは世界ランキング7位からスタートした。同年の女子ゴルフメジャー第1戦。 クラフトナビスコ選手権でオチョアは初日に62を出して首位スタートを切ったが最終日にカリーウェブとのプレーオフに敗れ2位に終わるこの後ルプが竹藤クラシックと5月のサイウェイスクラシックで優勝女子ゴルフメジャー最終戦全英女子オープンの開幕直前に世界ランキングの算定方法変更が正式に決定され 獲得ポイントを出場試合数で割り算する平均点方式に加えて試合数の少ない選手でもすべて35で割り算すると発表された。全英女子オープンで4位に入ったオチョアはこの新方式によりミッシェル・ウィーンに代わって世界ランキング2位となった。この年はルプがツアーで年間6勝を挙げ出場25大会中20大会でベスト10に入った。これで オチョアの年間獲得賞金は259万2872ドルとなり、初めてルプがツアーの賞金ランキング1位になった。2007年4月23日付の女子ゴルフ世界ランキングでオチョアは初めてアニカソレンスタムを抜いて世界1位になった。同年8月2日から5日。 女子ゴルフメジャー大会最終戦の全英女子オープンゴルフが初めてセントアンドルーズの R&A ゴルフクラブで開かれた。オチョアは初日から首位を走り4日間通算5アンダーパーでメジャー大会初優勝を達成した。2009年12月にアエロメヒコ航空の幹部役員と結婚。2010年4月19日に電撃的に引退を発表。 4月23日に引退会見を行い、自分がモチベーションを感じず、新しい生活を始めたいと思っていることに気づいたと、引退理由について語り、5月に行われた、トレスマリアス選手権に出場したのを最後に、競技の第一戦を退いた。ただし今後も自らが、ホステスプロとなるロレーナ、オチョア招待など一部のトーナメントには出場する、意向である。オチョアは、 ループがゴルフ伝道の現役競技者部門において2007年の全英女子オープン優勝でメジャー一勝2008年にメキシコで行われたコロナ選手権で27ポイント獲得の条件をクリアしており現役を続行していれば2012年にも残るツアー参加10年の条件を満たして伝道入りとなるはずだったしかし前述の通り2010年に現役を引退したため 当時のルールによると、ルプが部門での電動入りの可能性はなくなっていた。2015年選考文から電動入り資格が改定され、女性競技者部門での電動入りの可能性が復活し、最終的に2017年に電動入りが認められた。ありがとうございます。